今生活するための仕事を3箇所でしていますが、本当は水彩画を描いて生活したいです。絵は小ぶりの原画が少しずつ売れてきましたが、今の生活だと絵を描く時間があまり取れてません。覚悟を決めて仕事を減らそうか悩んでいます。母の介護も抱えております。現在62歳。これから絵に打ち込みたいです。何かアドバイスがありましたらよろしくお願いします。なるほど。まあお母様の介護のこともありますから、少々の貧乏なんてへでもない20代30代の頃とはちょっと状況が違うと思うんですね。お母様を守り続けるためのお金は確保しておかないといけないので、まずは守備を固めた方がいいと思います。守備を固めつつ攻める準備をした方がいいと思っていて、それで言うとですね、まずは仕事を減らして時間を作るはやめた方がいいと思います。それだと時間はできるけれども、水彩画がバコスコ売れるようになるまで貯金が崩れていく上に、お母様の介護のこともあるので経済的にも精神的にも追い込まれちゃう。で、水彩画を描く時間を作りたいから仕事を減らすっていうお考えはすごくわかるんですけれども、仕事を減らすっていうチャレンジをする前に仕事の単価を上げるっていうチャレンジをした方がいいと思います。仕事の単価を上げてから仕事を減らした方がいい。じゃあ、仕事の単価はどうやって上げればいいのっていう話になってくると思うんですけども、これはもう、美術品の価値なんかと同じで、希少性かける需要と供給のバランスですね。自分以外でも替えが利く仕事をやっているうちはどれだけ働いても仕事の単価は上がりません。経営者目線で考えると、まあ見えてくると思うんですけれども、普通の社員と、集客力がある社員がいたら、どっちの給料を上げますか？もっと具体的な例を言うと、ほぼ誰からも見られていない SNS でタレントの不倫に対してご意見番をやっている社員と、SNS で有益な情報を発信してフォロワーを捕まえていて、時々会社の宣伝もしてくれる社員がいたら、どっちの給料を上げますか？まあ、後者だと思うんですね。理由は替えが利かない人材だからですね。経営者の悩みの 99% は集客なんで、そこを手伝ってくれる社員なんて、もう経営者はね、手放したくないんですよ。で、経営者が手放したくない度合いと給料っていうのは比例関係にあるんで、まずはそこを狙った方がいいと思います。あとはランニングコストの見直しですね。これはお金の浪費だけじゃなくて、時間の浪費も。自分の問題と、他人の問題は徹底的に分けた方がいいと思います。それこそ、ね、タレントの不倫に時間と感情を割いているうちは、一生抜け出せない。ベッキーが不倫した時に、ベッキー許せないって言ってた時間は、今何に変わってますかっていう話じゃないですか。アンジャッシュ渡部許せないって言ってた時間で、何か生み出しましたか？あれは誰からも頼まれていないし、望まれてもいないのに、他人の問題に首を突っ込んで、ただただ自分の時間を捨てただけですね。そういった愚行のしわ寄せが、お母様の介護や水彩画を描く時間に行ってしまうので、他人の問題に首を突っ込むのはやめた方がいいと思います。大変だと思うんですけれども、応援しております。頑張ってください。